道高知目室さんメムピー落花生全道の第一ほかスーパーで販売中だよ。ぜひ今年の節分はメムピーで鬼退治。はい、トラクターいっぱいありますよ。はい、さあこれ藤井家のトンネルですから、これトンネル、そう、この車庫めっちゃ長いでしょ。さあ問題です、何メートルあるでしょうか。100メートル、はい、150、はい、当てに行きますよ。当てて。40メートル。おー、一番近いのはゆうと。150メートル。150、トンネルって言われたんだよ。これはあのボケだもんね。そうなんです、長いのはないですね、はい、俺のボケ100メートルでボケたのに。潰されたあるわけないのに。仲間潰しか。やられた、やられたわ。ノースないで。やられたわ。いやまあそんなね、人笑いも、はい。なるほど、雑に聞きたいです。だって気になる機会あったら言ってって。僕それはもう聞いたからさ。ねえ。ここで、あー、こいつ行きますか、6460。ここで、そうだな、こっちのやつは、あれですね、整地用で結構使ってますね、整地用で。で、一時期はこれで長芋も掘ってたんですよ。今は使ってないんですよ、長芋はね、もうちょっと奥にある、もうちょっと大きいやつをね、買ったんで。そう、使ってないんですけど、まあ春はもうずっとこういった、もうパワーハローかロータルついて、整地用ですね。馬力どんぐらいあるんですか。これはね、114。あー、でかいですね。そうなんですね。割と、だからうちのね、今中古で買う前のやつでは、うん、まあこれはもうメインですよ、重作業してたっていう感じなんですけど、うん、まあ、はい、まあ、普段はこれで上にスケート重作業もね、できるような感じでね。さっきのあれですね、フロアつけるんですよ。あ、前風呂は前風呂は手をついてないけど、ただショベルと負けてる。押すだけなんだ。押すだけだ。そうだね、フロント3点ついてないから押すだけだ。ただ乗っけだけだ。まあそんな感じでね、こいつは重作業で使ってるんで結構メインです。石乗っかってますか。これは分かりましたよ、僕。あ、なんすか？これ多分抜くときにガンガンやるんですか？あー、これなんだろう。ガンガンやるんだよ、それ。そうか。あれ、本人。これなんだろうね。分かんない。いや、間違えた。あー、そうか、そうか。まあ、そういうこと、そういうことです。なるほど、はい、違うよ、それウエイトだわ。そうだ、ウエイトだわ。そうだ、フロテインあるからね。これぐらいだよ。そうそうそう、毎回低くなっちゃうから。優しい。タイヤめっちゃ良かった。そう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 、ね、高騰してるから、タイヤ優しく。はい、クボタね、俺が農家してから2台買いましたね。これピカピカに洗ったんですけど、あれですわ、脱木の時に汚れましたから。こいつもまあまあもうケースのメインで頑張ってやってます。管理作業、そうだね、種まき系はこれでやってるかな。うん、やるし、パルチもやるし感じだね。まあ、これも二尺二寸。もうあれだな、芋は近いのでやってるから二尺二寸。うん。画面が小さな。一年中だね。長芋ではこいつで首出ししてかな。もうまあ使うわ、これは、うん、これ幅がついてるんで、これついてるだよね、うん、
そう。さっきのものにリズムしか使ってない。うんうんうん。うん、てっちゃんさん、なんか気になるところある？スキョータのフレットは見たくなかったんで、あー、どんな構造になってるのかな。あー、じゃあ、ね、気になる。うん、なるほど。1台1台いきますか、じゃあ。あー、ほんとだ、音取れとついてる。そうなんですよ、ね、いいっすよね、トレットいいっすよね。トレットいいっすよ、うん、てっちゃんのだってヤンマーついてるでしょ、YT。 私、オードプルとヤンマーぐらいしかついてないんですよ、逆に。あ、そうか。うん、だからトレットもう1台ぐらいトレットあるの欲しいなと思ってたんですよね。でも基本でもてっちゃんってトレットしないか。芋とかもだってさ、もう一発だもんね。そうっすね、基本的には一発なんですけど、うん、なんかちょっと痒いところに手が届かない時があるんですよ。あ、はい、あ、この機械にじゃあと10センチ縮めたいんだけど2尺縮めたいっていう時がたまにあるんですよね。うん、長い目からの感想でもとか、うん、とかとかにするんだ。はい、その時にやっぱ GPS 付きが、GPS 付きのトレッドがヤンマーじゃないと難しいな。あ、なるほどね。なんかこれもやりながらあれもやるみたいな。あ、てっちゃんちゃんそういうの多いからね、やっぱりね。そうなんですよ ね、これもあれもっていう。そう、そうなんですよ。まあ、時期になったらね。まあ、そんな感じでございますよ。ピザとかあったら言ってて、なんかちょっと、あれ6462である。あ、これ何、幻じゃない。さっきあったの幻の、もうこれ2台目です。全く一緒なんですよ、これ。あ、ちょっとね、型が違うんですけど、これ6460、これも同じ114なんですけど、これはね、タイヤがちょっと細いですよ、前の6460よりは。本当だね。うん、で、これも春は先日使うんですけど、基本的にはスクレア引っ張ってます。スクレア専用機かな、もう、うん、終わっちゃうと、春終わっちゃうと。もうつけっぱなしですね。はい、うん、2シャンクル4つです。あれやっぱ、あれ、幅切ってるね、まあ、あるけど、それなりにやってますよ。で、やっぱりタイヤ太いんで、うん、し幅もあるんで、うん、あんまりスプレーヤーで雨跡でハマるとかいうことはないっすね。ハマるはないね、うんうん、いうのはないんで、うん、だから、うん、芋も、ま、晴らした1本やるから、うん、スポジュに作ってるし、あとビート豆も、うん、まあちょっと補助で、工場では、まあ、広げて、うん、数えて、そこは広げて、うん、あ、そうなんだ、うん、っていう感じでもやってます、ね、そうだよね、うん、ちょっと太い感じした、うん、まあ、でも風な風よ、うん、ね、そっかそっか、うん、だけどやっぱりね、うん、あの揚げ跡とかね、そっちはやっぱ太い、うん、タイヤよりも太いもので、うん、そっちはもう、うん、スプレーヤーの専用機、うん、ね、うん、はい、なきゃやったら今日も来てるよね。はい、ということで、はい、次これですね。はい、はい、6480ダイナ6、まあ、背番号が出てる。これ何馬力ですか？これは、ね、150馬力です。おー、これが一番大きいわけではないんですか？これ一番大きいです。あ、そうなんですね。はい、うん、これはそうだね、うちの中では一番大きいんで、今は長い森はこれでしてる、うん、あとは詰め物関係はね、はい、でウェイトもね、フロントウェイトと3点のウェイトを今外してますけど、まあ、つけれるので、はい、これで重作業系はやってますね。詰め物、長い森って感じですからね。でもさ、ユートンとこが一番デカいのなんだ。一応、あのフェント。デカいぞ、ちょっと待って。レベルが違いましたね。フェント。
銭湯も頑張る。828で正確260全然もう違いましたね。ミニカーみたいなもんやね。踏み潰されちゃうよ。銭湯の260か。そうか。そうか。で、マックスが280。おお。それは主に上がり。うちだったら、まあ、整地系です。パワーハローとか。パワーハロー何メーターなの？下げ幅6メートル。そうだよ ね、3メーターなわけないから、ね、そうだね、壊れちゃうよ、ね、持ってるよ、これじゃないね、これで、うん、そうか、6メーターパッカンしたら、そうですね、すげえな、2つ折りになるの、はい、そうです、すげえ、畑みたいな感じで、こうなるの、こうですか、もう、うん、真っ二つになるの、はい、すげえ、じゃないとやっぱり走れないもんね、そうだね、うん、トラクターより出ない後ろから、ああ、はいはいはい、はい、うん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 、6メーターすっきゃないな、すごいよ、ほんと倍だからね、うん、あの、本当にすごいな、あと大きいやつ何の、今日中だったらパワーガスの7720、7720 20で、それもでかいじゃん、220馬力ぐらい、そうです、200ちょっと、すごいわ、これは見させてもらう。そうですね。すごいわ、それは。そうだね。隣のトラックだったらいつでも出れるんじゃないですか。行く行く。本当にね。そうだね。うん、それはすごいわ。うん、まあ、そんなところで。うん、そうだね。はいはい、これ知ってますはい、いやめちゃくちゃいいですよこれ、あったかいしこれいいですね、いいですよ、うん、ついに私も買っちゃいました、ぜひ、はい、チャンネルご視聴の皆さん、はい、お買い求めください、はい、お願いします、販売しております、はい、とてもかっこよくてあったかいです、はい、はい、ありがとうございます、はい。